佐々木朗希22、最低限一昨年と去年の成績は超えなければいけないと思ってる。去年のシーズンも満足のいく結果ではなかったので、去年一昨年の成績をまずは超えるようにしたいと、今年のチームスローガンでもある自分たちを超えていくにかけて今季の目標を掲げた。しょぼいハードル設定したな。マジのガチでロッテで投げたくないんやな。チーム順位はどうでもいいのか。山本由伸の成績超えるくらい規定投げるだけで称賛される簡単なお仕事。せめてタイトルくらい狙おう。予選がもう由伸もいないんだぞ。マジで嫌いになったわ。さっさと出ていけよ。とりあえず日本で規定投げれんかったらメジャーとか無理やろ。沢村賞を取ってメジャー行くおいう気合いもないんかい。来年メジャー行くなら今年は中3日で300イニングは投げてほしい。いや最低限なら別に低くはないやろ。特例でメジャー目指そうとしてるんだから、3年連続投手4冠してる山本の記録どれか一つは超えろよ。せめて規定投球回くらいは目指してくれんか。規定投球回とタイトル一つはクリアしてくれ。規定投げますとは絶対言わないんやな。サボる気満々や。去年の成績に毛が生えた程度では移籍認めてもらえんやろ。別に規定じゃなくてもいいから投げるときは全部完封するくらいでやってほしい。棒とかどうでもいいから規定投げろ。いないのは働いてないのと同じ。同じ年の頃に山本は投手4冠してるんだから目指すならそこだろう。来年規定でポス確約くらいの契約はしたやろ。規定投球回投げて防御率1点台だろ。勝ち星はまあ運もあるから仕方ないけど、ああいうトラブルがあっただけに謙虚というよりやる気がないと思われてしまう。今のところ実績は遠いかやん。ご視聴ありがとうございました。